外国人向けの住宅が立ち並ぶ北谷町須名部。住んでいるのはほとんどがアメリカ軍の軍人軍属です。日本人世帯1000に対し外国人住宅は600戸、この10年で一気に増えました。基地の外での散歩や食事、規則に縛られることのない暮らしが魅力だといいます。I really enjoy this area because we can go out and take an evening walk on the seawall. It's beautiful. We see Japanese neighbors that we know. We see American neighbors that we know. 一方、住民の間ではアメリカ軍関係者が起こす交通事故や騒音が大きな問題となっています。なぜ基地の外に住むのか、不満を募らせています。基地外基地をですね、なくしてほしいと、これからもオープンしてほしくないと。本当に大変な生活環境がですね、侵されると、壊される。アメリカ軍との同居を迫られる住民たち、市外居住の町須名部からの報告です。嘉手納基地の滑走路から 1.2 キロ、北谷町須名部区です。長年騒音被害に悩まされてきました。自治会長の松田昌司さんです。毎朝車で区内を巡回するのが日課です。おはよう。先祖代々須名部で暮らしてきた松田さん、ここ数年外国人住宅の急増を目の当たりにしてきました。自分たちとしては今一馴染めないのが本音なんですよ。軍人軍属は地方自治体への住民登録をする必要がありません。そのためどこに誰が住んでいるのか、町役場にさえ分かりません。家賃は一月10万円から50万円を超えると言われています。だってホテルだもん。そのほとんどがアメリカ軍の補助を受けて暮らしているとみられています。本当の羨ましいです。須名部の一角にアメリカ人の住宅街が生まれています。その美しさが民謡にも歌われる須名部の浜です。潮干狩りや海水浴、古くから地元住民の憩いの場です。そこに今外国人の姿が目立つようになっています。この公園もですね、この須名部の浜も本当に素晴らしいところなんですよ。実際はでもこれが後々は、まあ、近い将来と言って私は過言ではないと思ってます。須名部の浜がアメリカンビーチになるんです。この公園がパークになるんです。今須名部では外国人の交通マナーや騒音などの問題が相次いでいます。路上にはYナンバーの車がずらりと並んでいます。アメリカ軍の軍人、軍属は車庫証明を取る必要がありません。そのため路上を車庫代わりにしているのではないかと松田さんは見ています。
住宅街を走り抜ける改造車。住民たちは軍関係者の車との事故を恐れています。取材中、Yナンバー同士の接触事故が起きました。しかし、事故の処理をしたのはアメリカ軍の憲兵隊。日本の警察が詳細を把握するのは難しいのが現状です。深夜0時、アメリカのお祭りや週末には声を上げて騒ぐ外国人が目立ちます。今年2月、スナベの住民の不安をさらに深める一つの事件が起きました。基地の外で暮らす海兵隊員が女子中学生への暴行未遂で処分されたのです。その3ヶ月後、スナベでは深夜まで騒ぎを繰り返すアメリカ軍兵士に地元住民が抗議の声を上げました。アメリカ軍や不動産会社が説得し、兵士は退去。しかし、軍関係者への住民感情はさらに悪化しました。当時、周辺ではあまりの騒音に夜も眠れない日々が続いていたといいます。ある時に来たわけ。最初のうちは数名だったんだけど、もうそれがもう日本の女の子やらちょっとアジア系の女の子たちだったり、どん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 お友達増えていったわけ。それが金曜日の夜から始まるんだよ。金曜日の夜から始まって月曜日の未明まで。車をこう何ていうの、方向指示器入れなくても、もうすごい暴走するでしょ。接近してみたりさ、あれで事故が。だって我が家の家のあの細い道を、うちのところの通りも、やっぱり外人さんがもうすぐパッとね、パッと出てきて やられちゃうけど、やっぱりイメージとしてはやっぱり外人といったらやっぱり警戒の方が強いですね。